ただいまから国土交通委員会を開会いたします。委員の移動についてご報告いたします。昨日までに下野六太君及び岩本剛人君が委員を辞任され、その補欠として安江信夫君、中西祐介君が選任されました。特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第5条第1項の規定に基づき、 特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたしますまず政府から趣旨説明を聴取いたします